はい、こんにちは、レトスノーノです。8月20日の3問に入る前にご連絡をさせていただきます。予想模試の現在の価格は本日までとなります。本日の24時になりますと値上げとなりますのでご注意ください。そして今現状、合格点を取る自信はありますでしょうか？ないのであれば、これまでの学習を振り返ってみてください。複数のテキストと過去問だけで勉強していませんでしたでしょうか？これだけだと理解学習はできず、丸暗記学習になって実力はつきません。ではどうやって理解学習を行うのか。それはわからない単語などをネットで調べて、あなた自身で周りの人に説明できるようにすることです。ここまですれば理解したことになります。メルマガではずっと理解学習のことをお伝えしてきましたが、独学で理解学習ができる方はほんの一握りです。なぜなら、調べ方を知らないといけない。調べるために根気が必要など複数の力が必要だからです。ここまで来てしまったら調べる時間さえ無駄にしたくはないはずです。理解学習をして実力を上げたい、調べる時間を削減したい、そんな方にぴったりなのが弊社の予想模試です。解説はあなたがお持ちのテキストより詳しく解説されています。それはあなたに理解学習を実践していただきたいからです。残りの期間だけでも実力を上げる期間にして最後の実力アップを図りましょう。弊社の予想模試はこの動画の下の概要欄に URL を貼っておきますので、そちらからご確認いただけます。それでは本日の3問に入っていきます。物情保証人や担保不動産の取得者は債務者の意思に反して弁済することができる、丸か×かという問題です。考えたい方は動画一旦ストップしていただいて、この動画の下の概要欄から問題文ご確認ください。答えは、丸ですね。正当な利益を有する第三者は、債務者の意思に反して弁済することができます。で、正当な利益を有する第三者っていうのは、昨日もお伝えした通り、物情保証人とか、借地上建物の賃借人、抵当不動産の第三取得者、公衆員、抵当経営者などです。で、今回の問題文っていうのは、物情保証人と、担保不動産の取得者っていうのは、こちらの抵当不動産の第三取得者、こちらに当たります。よって、この二人っていうのは債務者の意思に反して弁済することができるということなんですね。もうこれはもうルール通りの内容です。きちんと整理していないと難しく感じるんですが、整理できている方は簡単な問題ですね。整理できていない方は、ぜひですね、個別指導で頭を整理しながら学習すると効率的です。で、問い2ですね。地主 B が都市計画法の用途地域内の所有地を、駐車場用地2区画、資材置き場1区画、園芸用地3区画に分割した上で、これらを別々に売却する場合、B は宅建業の免許は必要である。丸か×かという問題です。で、B は免許必要なので答えは丸なんですけれども、まず用途地域内の土地っていうのは原則宅地扱いなんですね。ただ例外として、まあ、政令で定める公共施設用地、例えば道路とか、まあ、そういったものについては宅地には該当しません。で、今回の問題の駐車場用地、資材置き場、園芸用地、これらはもうすべて宅地になります。そして宅地を別々に売却する場合と書いてありますので、これは取引にも該当するし、業にも該当します。したがって B は宅建業の免許が必要だということになります。で、この問題すごく基本的な問題なんですけども、基本を抑えることっていうのが理解することなんですね。で、これが合格の第一歩になります。そのため、この理解の仕方については、個別指導で詳しく解説しています。今回の問題については、その理解の仕方までお伝えをしてないんですね。なぜ免許が必要なのかどうか。こういったところ苦手にしてる方ってやっぱ意外と多いんですよ。でも実は簡単なんですね。で、その理解の仕方について個別指導で詳しく解説していますので、個別指導ぜひご検討ください。で、問い3ですね。農地法です。ゴルフ練習場の建設の利用に供するために、市街化区域外の4ヘクタール以下の農地を取得しようとする場合、都道府県知事の許可を受ける必要がある、丸か×かという問題です。で、答えは丸ですね。まず、市街化区域外であることを押さえておきましょう。市街化区域内の場合だと、農業委員会への届け出だけで OK なんですね。で、今回の問題文で言うと、市街化区域外なんですよ。市街化区域外なので、原則通り許可が必要だということになります。
農地転用プラス権利移動については面積に関係なく、都道府県知事等の、ご上許可が必要です。今回農地転用してますよね。ゴルフ練習場に変えるって話なんで、農地転用します。また、農地を取得するってことは、誰かから誰かにこれ権利が移動するわけですよね。なので、権利移転も行うと。まあ、したがってご上許可が必要だと。で、そもそもなぜ、市街化区域ないっていうのは届け出だけでいいのかご存知でしょうか。これ単に覚えてる方もいるんですけども、理解すべき部分ですね。なので、こういった部分については、個別指導で、解説していきます。そして、はじめにもお伝えをした通り、予想模試の現在の価格は、本日までとなります。本日の24時になると値上げになりますので、その点ご注意ください。予想模試については、この動画の下の概要欄に URL 貼っておきますので、ご確認いただければと思います。今年の合格目指して一緒に頑張っていきましょう。レトスの小野でした。